はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説3トライアルズオブマナ、神獣を倒していくところですね。前回水の神獣を倒したので、今回は灼熱の砂漠で火の神獣からやっていきたいと思います。じゃあ降りていきましょう。でちょっとアイテムですね、ここを爪、ポセイドンの爪か、これとケルベロスの爪を変えよう。よし、で雇い屋には寝てきたから、まあマックスでしょ。あ、これで左行けるようになってるのか。この道、なるほど、通れるようになったんでちね。この先に神獣の気配を感じるわ。急ぎましょう。敵、あ、こいつもガードに来てるのか。しかもなんだ、炎入ってくるのか。ファイアプレス141、こっちもだいぶヒットポイント高くなってるからね。デュラン700超えてるから、回収回収、よし。あれ、こっちもいける。宝箱、よし、金色のアイテムの種で、こっちへ向かって、とりあえずこれは剥がしたい。一発じゃ剥がれない、もう剥がれてるか。かといってここで必殺技を使うのもちょっともったいない。パンピンボーム回避、こいつだって引っかかってるの、引っかかってるわけじゃないか。必殺技で決まったわね、気持ちよかった。よし、ここ宝箱2200、金は欲しい、マジで。でまたこれか、ほいほい、これ食らうからダメージ食らってるわけじゃないけど、あっちに敵がいて、こっちは宝箱がある。これ下に落ちたら面倒なことになるとかあるかな。あ、サボテンくんがいるじゃないか。サボテンくんは回収しておきたいよね。蜂蜜ドリンクからのサボテン、たまに経験値が2倍もらえる。このたまにってさ、ボスでもさ有効になるのかな。そしたらなんかちょっとボス戦やり直したいよね。で、ここどうしよう、めんどくせえから扇風剣、残りはお前か。あれ、まだいる、いった。シャルロットレベルアップ、育成ポイントも最近使ってないからね。クラスチェンジしたらやっぱ使いたいけど。逃げろ、解除完了。強くなっている。ここ危ねえ、ったちょっとろくでもないことになった。ぷいぷいそう、これ火だるまだよね、状態異常的には。で、ちょっと目的地が近いな。あれ、これさ、敵弱くない、そんなことないか。ソウルマスターデビューのやつか。よし、排除した、排除したっていうか剥がした。みたい、こんな減ってた。ダークプリストめんどくせえな。で向かう先はこっちだけど、宝箱欲しいな。これ出ていくの、こうか。800ルーク、あれ、どういくのこれ。え、どっちこう来て、あ、下に降りていくってことか。500円、結構金が落ちてんな。
こなんだ。忍者マスターか。忍者マスター結構強いから、ね、忍術結構うざい。回収強くなっている。この炎ってさ、敵食らうのかな。いってやべえやべえ、いって普通に強い。いって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 ヒールライト、シャルロット、ヒールライトくれ。くそこれ、なんか食らってる。あの炎食らいまま行こう。こうやつらい。今の戦い、オッケー、俺一人でも十分だな。その自信は毎回どっから来るんだ。なんか右の方があれだけど、強行してもよくないか。そんなことない。敵現れんかい。何も問題はない、その通りだ。火の神獣リング、え、水のとこにもじゃああったのかな、水の神獣リングみたいなのが。ちょっと見てみよう。火属性ダメージ半減、装備しとこう。はい、で一回食らうとさ、なんかタイミングがさ、ここはなかなかの難所だ。ちょっとアイテムで回復しよう。え、ぷいぷいソーもなくね。2個しかないんだけど。いや、マジックパン回復はちょっといいや。ヒットポイントの回復だけはしておこう。レベル上がればもう、てかそこ女神像あるしね。まあいいや、先にこっちから行こう。ダックジュになるのか、どっちだかな。影モブ、やばい死ぬ。これちょっと先に、よし、オッケー、やばい真空拳ちょっと広すぎでしょ。いって、さま許さん。まだいる？どこ？オッケー、よし、レベルアップ。言っても回復ポイントあるからね。で、回復だけして行こう。ちょっと飛んでる？顔だけ封印が解けたばっかりだからかな。あ、それともなんか8体の神獣がこう合体するみたいなことも言ってたからね。とりあえずポセイドンですね。あれ、なんか左右にいる。これか。待て、まずはこういうやつから排除していく。もう一体なんかサイドの敵がいるね。毎回なんだ、竜巻になってる。こっちも竜巻で勝負だ。竜巻対竜巻、あ
逃げられた。死んでる。どうした、よみがえらせる魔法ってあった？あんまりこう射線上にいない方がいいな。シャロット人材とか回復量はちょっと微妙だな。ちょっとちゃんと逃げようかな。床にあれが落ちるのがめんどくさいね。あ、消えた、セーバーが消えた。ポセイドンの爪、こいつは強い。水の精霊って強いと思う。水の精霊じゃねえや、水の真珠弱かったかな。シャロップ自分で回復してくれ。使うか、もう200溜まったらどんどん使おう。もうマジかよ、直撃を食らっている。回復役のサウルですから今のうちにアンジェラのギガバン。待って、こいつがいるから。フレームセイバー、パワーアップ厄介だな。来た。じゃあこれやってる間にピンクタイプこいつにやってもらえそう。倒した。セイバー系切れんの早いな。3つじゃ足りねえ。やっぱり普通に魔法で補うか。ちゃんと回復してあげよう。速攻で。ようやく半分。あ、これか。これも仕方だな。あいつは階段を倒すことに全生命力を注ぐ。これで一応ピタッとゲージがたまるから。ありがとう。あれまだ、なんだなんだなんだ。ギガバーンを食らって死んだのか。ってか天使の聖杯足んなくなりそう。これって何だ、何の階段だ。でちょっとくるみを使ってあげよう。もう一個ずつシントリウム食らうな。これで、これ食ら直撃して死んでるな。8、でここでモールベアじゃなくてポセイドンもう一回使ってでやる。エクスプロード、あちゃ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 。なんであちらあんなにマジックパワー減ってんだ。まあいいや、使ってどんどん使え。これマジで弱点使わないとかなり効くんじゃないか。ギガバーン来た。これ弱点になってるのかな。勝って、この音勝てえな。パワーアップとか打ってほしい。いや火は強い普通に。
これを破壊しきれてないから多分死者が出るんだな。よし、まだセイバー効いてる？効いてねえ。あ、効いてるか。弱点になってるわ。ダーバーウェイ。いや、ちょっと待って、袋焦げになってる。ぷいぷい層が足りねえんだよ今。ちょっと待って、あれをかけてもらいたいんだけど、セイバーを。で、自分でかけるか。これどうやって選ぶんだ。いや覚えてねえんだ。そういやシャルロットが覚えてるから覚えさせなくていいやみたいな。ありがとう。いやこれは破壊できないな。またここにいれば当たらない。いやマジかよ、もうないよ。逃げろ。クロードが強えな。いや水の真珠と大違いなんだけど、なこの強さ。使おう。当たってなくね。ダイヤミサイルがあれか、弱点2種類あるのか。あ、死んだ。もう蘇らせなんねえ、アンジェラ。いや、これまずい。ないよね。ない。ちょっとこれを回収しつつ、ヒートビームが強えんだよ。いや逃げろ。どこ行った。ほらエクスプロスラス、これもちゃんと逃げよう。決めたい。もうこれで、これで終わりだ。ちょっとアンジェラ、これ経験値もらえないかな。いや立ってるけど一応。もらえてる、よかった。2万もらえないとか言ったらこれ最悪だからな。またここから回収しよう。いや特技どうしよう。セイバー系あった方がいいわ。ここに来て思う。で武器、とっておきの武器を取り揃えてるにゃ。いやどうせだったらこっち買った方がいいでしょ。3万円だから武器だけ揃えとこう。サナギブレード、いいものを選び、なかなかの品だな。でドルイドの杖、大事にするわね。あと売る武器を売る。これでギリ買えるな。買えねえ。ギリ買えねえ。で鎧とかも売んなきゃダメだ。これで18,000円の。お、武器を取り、お、いいもの。オッケー。また来てくれよにゃ。こいつウハウハだな。こっちからまだ何も買ってない。ここは種がなかったね。どうしよう。なんか種見過ごしてたらもったいないからな。捜索したい気もするけど、まあいっか。ちょ、アイテム補充しよう。
2体目もなんとかなったわね。あと6体よ、急ぎましょう。あとの6体も、6体もいた。シャルロットたちなら余裕でち。風と大地はちょっと弱点がはっきりしてるから、弱点があんまりはっきりしてないやつとか、光の古代遺跡とかだってあれがないからね、セイバーがないからね、ダークセイバーみたいなのが。その前にアイテム、アストリアは大したも売ってないっしょ。ジャードもなんか最初の方だからな、中間地点の間違い。ここは自由都市マイヤ、あれマイヤも最初の方じゃん。結局どこへ行けばいいんだ。ここバイゼル、あバイゼルに行こう。じゃあちょっとブラックマーケットでアイテムも買い足したんで、ちょっとデュラン育成するか。ポイントだいぶあるしね。セイバー系覚えさせよう。もう一気に12消費する。辺はいいとして、ダイヤセイバー、サンダーセイバー、アイスセイバー、フレームセイバーで、これはいいやで、アンジェラはどうしようかな。アンジェラだいぶ使ってるからね、魔法がいろいろ必要だから、ダイヤミサイルプラスアースクエイクとかもなんか覚えさせておく。対風用に他エレメントコンボ、あーなるほどね、同じ属性か。アイススマッシュ、イビルゲート、イビルゲートプラスまでいく。ここまでか。光の精霊倒そう。でメガスプラッシュもついでに覚えたな。ただもうポイントがない。でシャルロット、できればなんか蘇らせる魔法とか覚えてくれるといいけど、それはあれか、多分クラスチェンジしないとダメっぽいから運はいらないよな。シャルロットはちょっとマジで今のところつけるものがない。いやでもなんか守りポイント増やしとく。いやそのままでいこう。とりあえず育成はこんな感じで、ちょっとねアイテムの取り逃しとかがないかっていうのと、あと、まあ、少し稼ぎをしたいので、霊下の雪原と、さっきの灼熱の砂漠のところをもう一回探索して次回やっていきたいと思います。真珠2体倒せるかなって思ったけど、思いのほか炎の真珠で手間取ってしまったんで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。